こんにちは。サイボーズ式がお送りするラジオ、これにて失礼しますのお時間です。このラジオはサイボーズ式編集長の藤村が毎週ゲストをお招きして、これからの働き方や生き方に関するお話をする番組です。というわけで、始まりました。サイボーズ式編集部ラジオ、これにて失礼しますですけれども、今回からですね、もりもりゲストの方をお呼びして、このラジオ番組をお届けしようと思っております。じゃあ早速いきます。今週のグッドデスのコーナー、はい、このコーナーはですね、今週、サイボーズだったりサイボーズ式編集部であったりやった、グッドな出来事というのを紹介していく、コーナーになっております。で、早速今週のグッドネスのコーナーなんですけれども、サイボーズ式の YouTube チャンネルが、本格的に、始まりそうになっております。ちょうどですね、8月の末のタイミングでですね、サイボーズ式 YouTube チャンネルで新しい動画を公開させていただきました。サイボーズの社長の青野義久のですね、自分らしい働き方を探す動画というものの第一弾がローンチされたんですね。取り上げている動画のテーマがなんと筋トレなんですね。自分らしい働き方を進める上で、自分のね、心身をしっかり整えるというか、そういったところが重要じゃないかというところで、今回青野に3週間密着をして、毎日筋トレをやっていただくという鬼企画を実施しました。で、Twitter とか Facebook でも動画の一部公開させていただいてるんですけれども、再生回数がなんか5000回を超えてるみたいな感じで、結構いろんな方に見ていただいてるのかなというふうに思います。で、これからサイボーズ式、YouTube チャンネル、どんどん、この面白いコンテンツですね、企画を出していこうというふうに思っております。読者の皆様も、もし何かご興味のあるこういうところを取材してほしいみたいな、そんな、動画でですね、リクエストがありましたら、ぜひサイボーズ式 YouTube チャンネルだったりサイボーズ式の Twitter 宛てにお届け、連絡いただければというふうに思います。社長の青野に、やってみてほしいことなんかも募集できればというふうに思ってますので、よろしくお願いします。というわけで、ここからは、ゲストの方をですねお招きして、ゲストトークという形で、お届けしようと思います。で、今回の、ゲストに来ていただいたのはですね、コトリーの平山和樹さんです。では早速登場していただきましょう。どうぞ。よろしくお願いします。パチパチパチ。あ、平山さん、こんにちは。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。平山さんといえば、サイボーズ式で過去に、取材をさせていただいたことがありまして。ありがとうございます。そうなんですよ。その時から一度、平山さんとお話をしてみたいなというふうに思っていたので、今回ゲストに招かせていただきました。お越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。早速、平山さん、軽く自己紹介的なものをお願いしてもいいですか？はい、株式会社コットリーで CEO をしております平山と申します。コットリー自体はオンラインのカウンセリングとかコーチングを、提供している、プラットフォームを運営している会社で、ですね。で、僕がコットリー入って今丸2年ぐらいで、マーケティングからなんかどんどんやることが増えて、気づいたら事業全体を見ているような形です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そう、そんなコトリーの平山さんなんですけど、僕実はツイッターとかノートとかでどんどん平山さんが発信されているのを見てですね、もうすでにお会いした気になっていたあるあるです。なんですけど、実は本当にリアルにお会いしたのが最近でですね、でそこから、こんな形でゲストに呼ばせていただいたんですけれども。そうなんですよ。今日はですね、この雑談、ラジオをしながら、サイボーズ式編集部の皆さんもみんなも今このラジオを聞いてくれていて、時折チャットで、質問だったりが入ってくる、そんな感じのインタラクティブな感じになっておりますので、そのあたりも拾っていこうかなと思います。はい、で早速、そう、僕ね、今回平山さんに話を聞いてみたいなって思った時に、はいはい、まず平山さんで思い浮かんだのが対話っていう言葉だったんですよ。はいはいはい。もう単純になんか取材依頼で対話について話しましょうって依頼が来た時、なんかどういうふうに思ったみたいなって、もしあれば。そうですね、確かに。うん、なんかいろいろ考えたんですけど、でもすごい
まあ、シンプルに言うとこう目の前の人ときちんと喋るみたいな話なんだろうなと思って、うん、で、うん、その何でしょうね、こう人として見るというか、目の前の人をその人としてきちんと見るのが、うん、多分、うん、あの対話の入り口なのかなと思ってはいます、うん、なんとなくそんなイメージを持ちました。難しいって言うとあれです、なんかこう対話するとかお互いについて喋るときに、うん、なんか最近ちょっとだけ気をつけてることがあって、ほうほう、なんかこう相手のことを完全に理解しようとしない方がいいんだろうなと思ってて、はい、なんかこう対話とか何でしょう、うん、こう気をつけなきゃいけないなと思うのが、そのこんなに言ったのに分かってもらえないとか、うん、そのたくさん聞いたけど相手のことを全部理解できなかったみたいなことを、うん、多分何でしょう、不満というか、あのははは、そこに抱えちゃうと結構健全なんだろうなと思ってて、うん、なんかこうどこまで行ってもお互い完全には理解できないなと思ってて、うん、なんかその上であの一緒に何するんだっけとか、うん、そのこの対話した後に2人でどんなことしようかみたいなことの認識が揃うことが結構大事なんじゃないかなと最近は思ってますね、うんうんうん、なんかそれ平山さん、なんか失敗とかあったんですか？そういうところ。なんでしょうね、確かに失敗、うんうん、僕はめっちゃあります。あ、もう何だろうな、確かに失敗だと、前職であのクラウドワークスってところで働いてたんですけど、その時にマネージャーをやった時に、ほうほう、新卒2年目ぐらいの時に、はい、あの新卒の1年目の人何人かマネジメントする機会があって、はい、なんかその時は何でしょうね、こうすごくあの勉強してたんですよ。なんかドラッカーの本とか読んでマネジメントってこうやるんだみたいなことを頑張ってインプットして、はいはい、そのこういう枠組みでこういう質問するんだねみたいなことをこうめちゃめちゃなぞってやってたんですけど、なんかそれってこうなんでしょう、最低限としては必要なんですけど、それこそこう一人一人違うし、なんか会社に入ってる理由も今やりたいことも全然違うから、なんかそのノウハウだけで対応すると、なんでしょうね、ものすごくこう信頼を落とすというか、なんか平山さんって僕のことそんな見てないですよとか、なんか信頼できないですみたいなこと言われたことありますね。いやー、わかるな、僕もね、あるんですよね。そう、これ絶対通る道ですもんね、こうリーダーとマネージャーが。いやーね、本当にこう、うん、なんかそこを本当にこう、さっき言ったこう目の前の人を見てて、うん、あの、なんでしょうね、こう、僕のイメージだと、なんだろう、ちょっとこう矛盾するようなんですけど、こう、うん、想像力を持てるかみたいなところだなと思っていて、はい、なんか目の前にこう人はいるんですけど、うん、それこそその人が35歳で子供がいるのか、うん、24歳で新卒何年目なのか多分全然違うので、うん、自分この今職場で働いてるにしても、その人がまあ1日の中に何時間働いてて、うん、家庭の時間もあって、なんか家族とどう過ごしたくてみたいなことまで含めて、あの想像力を働かせて、その、うん、まあ、今この場で喋るみたいなことが大事なんだろう、うん、すごい自分で喋りながら矛盾したなと思うんですけど、目の前のいる人をきちんと見ながら、目の前にあのなんだろう、その人がいないさらに奥まで想像しながら喋るとかが結構大事かなと、うん、確かにね、なんかそういう関係に例えばお互いが慣れたら、うんうん、すごくいい関係性になりそうな気もするんですけど、はいはい、なんか得てしてこうリーダーとかマネージャーが結構そういうの頑張ってしまいがちじゃないですか、うんうん、でも相手からすると別にいやそんな風に思われたくもねえしみたいな、うんうん、なんかそういうのがね、本当にキャッチボールできる関係になっていくためにはどうすればいいんだろうっていうのはね、あ、すごい聞いてて思いましたね。確かに、うん、それで言うと多分なんでしょうね、こうめちゃめちゃ急にドライなんですけど、その最悪急にドライになるんですか？なんかあの最悪、うん、そのスタンスが一致しなくてもいいかなと思っていて、それこそこう、うん、マネージャーとメンバーでそのチームで、うん、そもそも目的があって、うん、なんかそこに対してお互いが、まあ、役割分担なのか、その、うん、なんだろう、そこにこう2人でいる目的とかチームでいる目的に合致してるならば、なんだろう、同じこう気の揉みようとか、うんうん、あのなんだろう、力のかけ方をしなくてもいいんじゃないかなと思っていて、うん、それでこう、なんでしょう、マネージャーからすると、なんで俺お前のことこんなに考えてる、お前こんな考えてくれねえんだよみたいなのって多分永遠にあるので、はいはい、多分そこのズレをゼロにしようとするよりは、なんかもうズレてるし、あのこれから先もずれるかもしれないんだけど、この2人でどうするみたいな
発想の方が僕はいいかなと思ってます、うん、いやそれ聞いてね今ちょっとこう自分の中でうわって思っちゃったのがあって、はい、弊社のサイボーズでキントーっていうグループを使って、はいはい、まあ、チームのメンバーでオンラインのコミュニケーションとかテキストでやり取りをするんですね、はいはい、でたまに僕編集チーム宛てに、うん、なんかこう全員にメンションができるような機能があって、これ読んどいてねとか、確認したら必ずいいねくださいとかってこう書いたりするんですよ、はいはい、で全員からいいねが3日ぐらい経っても来ないときにすんげえ落ち込むんですよ、ね、はいはい、早くいいね来い、早くいいね来いみたいな、わかる全然すまなくないです、全然すまなくないでもね、それも多分さっき平野さんが言った、ね、うん、例えばその相手が今仕事中で思いっきり違う仕事に注力してたり集中してて、ちょっとこう見る時間がなかったとか、うん、いろんなもう通知がいっぱい来るので、うん、まあ、その時にこうもしかしたら見落としてたのかもしれないなって多分発信した側が思えたりするだけで、なんかこう優しい気持ちにお互いがなれるのかなって思ったりしますね、うん、そうそうそう、難しいですよ、うん、なんかね、そう、なんでしょう、どうしても期待をちょっとしてしまう自分がいて、他者に対して、これはメンバーにというわけではなく、対人として誰かとコミュニケーションするときに、やっぱり何か期待をしてしまう自分がいて、その期待値が超えなかったら、なんか自分一人でがっかりしちゃうみたいな、なんかそういうことは。なきにしもあらずだなと思いました、うんうん、なんかそこが何でしょう、こう難しいですね、なんかこうなんだろう、期待を多分こうかけるし、うん、こう、まあ、帰ってこなくてもいいなって思うことはあるんですけど、うん、それこそこうなんだろう、連絡したらすぐ返事返ってくるとか、うん、なんかそういうこうな、まあ、仕事だったら多分仕事のクオリティみたいな話は多分あるなと思って、うん、別のその期待とか、うんうん、そのお互いの理解とかじゃなくて、単純にその仕事が できるということはあれですけど、その、うん、できるできないとか、その友達でも多分いいんですけど、なんか約束しようとしたらなんか大体予定合うみたいなものも、うん、多分そういうのがこう何でしょうね、その辺はこの期待とかとは別で多分ちょっとあるんだろうな、うんうん、なんでまあ連絡したら帰ってきた方がそれは嬉しいよなと、こう素直に思うそうですよねまあでも思うなと思っていますね。なんそれってこう、それこそさっき言ったその、うん、なんだろう、多分確認しましたっていうことが多分ゴールなんじゃなくて、うん、確認してその後メッセージを読んで、そのチームでどんなことするに、うん、迎えてれば多分いいんだろうなと思ってて、うんうん、なんか究極その確認しましたスタンプ押さないけど、そのなんかに、なんだろう、こう意図とめちゃめちゃあったその次の企画とかわかんないですけど、うん、コミュニケーションができれば全然いいはずなので、なんかそれがこうなんで僕らいるんだっけみたいな話につながるんだろうなって、うん、ありがとうございます、はい、なんかそんな感じで編集部のみんなが今ね聞いてくれていて、いろいろチャットにも、はい、書き込みがありますので、ちょいと、取り上げてみようかなと思います、オンラインと対面だと信頼形成や自己開示の方法に違いがあると感じることはありますか。深い。めっちゃあると思いますね。ありますよね。難しいですよね。うん、ありますあります。多分なんでしょうね、うん、こう対面だとそれこそ表情とかその、うん、ニュアンスみたいなものが多分あったりするんだけど、うん、まあオンラインとかその、うん、ズームとかだったらまだいいですけど、スラックとかそのチャットだったら多分全然こうコミュニケーションの様式が違うんだろうなって、うん、なんかメールとチャットでも多分全然違うんで。うん、なんかこう、まあ、テクニックじゃないですけど、その思ったことを短文でもいいからそのチャットに書いておくとか、うん、なんかそういう、なんでしょうね、こうテクニックも違うし、うん、大事にする部分も全く違うなと思ってはいます、うん、対面で会ってる時って、うん、会議が2人でやって終わった後に、うん、ちょっとあれ言い過ぎたよごめんな、ポンポンってこう肩叩くみたいな、うん、そんなんもねできるんですけど、オンラインになると、うん、ズームが終わって、そうそう、はい、じゃあズーム退出します、ポチで終わっちゃうんですよね。ね、そう、それ以降何もできないですし、あとオンラインね、テキスト中心だとやっぱ言語化できないと、うん、自分の気持ちの気持ちを全て言葉にできないと通じにくくなるっていう、うん、なんかこの難しさがあるなって思うんですね、うんうん、なんかそのあたりで、まあ、信頼形成とか、まあ、自己開示というかね、伝え方、伝わり方には僕も違い出てくるんだろうなって。いやー、それは結構難しいですよ、うん、オンラインだとこうなんでしょうね、
割と目的ベースになっちゃうというか、ミーティングするからズーム設定するわみたいな感じなので、そのズームは先にないので、多分その時には、目的のためのコミュニケーションが残っていくんだろうなと思うので、なんかこう逆に何でもないけど定期的に喋るとか、まあ、ワンオンは定期で入れるとかでもいいんですけど、なんかこう 中身を決めないで先に枠だけ決めて定期で入れとく、何もなかったら消していいよみたいなものが意外に大事だったりするのかなとは最近思います。確かにそうなんです。そのあたり難しいんですよね。今のオンラインテキストの話で言うと、びっくりマークなどがあるナイトで受け取り方もやや分かる。僕ね、ビジネスびっくりマークの使い手なんですよ。あのぶっちゃけ全然びっくりしてないんですけど、びっくりマークを使うっていうのがあって、分かりましたみたいな。そうそうそう。でもね、これね、僕結構葛藤あったんですよ。若い時とかやっぱね、淡々と仕事したかったみたいなのがあって、まあ、しかも俺全然びっくりしてねえしみたいな、あの画面の前で、まあ、なのにびっくりマークをつける自分に対する、あのなかなかそこをね、あの超えられなくて、でも今全然関係なくて、最初の話なんですけど、やっぱ伝わらないとなんぼって思ってるんで、そうですよね。そう、伝わるための手段とか様式は何でもいいなって思えるようになりましたね。なるまではなかったそれは。こういう話がいいですと、編集部の皆さんが、すいません、あのダメだ、最初の方は全部真面目だったんで、カットオールカットです。そうですよね。なるほどね。昔は舐められないように漢字、あ、漢字を、ね、はい、なるほどね、そうなんだ。よろしくお願いしますっていう文字列のところをよろしくとかお願いを漢字、ひらがなでやな、漢字にすることで舐められない雰囲気を出す。なるほど、そっか。でやっぱこういうのがね、オンラインだと、まあ、こういう感じで表現とかを変えていくんだけど、オフラインだとね、そんな必要はないというか、まあ、それを表情でやってるっていうことでもあるのかもしれないですね。なるほど。確かにこう文章の構造化力みたいなものはすごいいますよね。なんかチャットで改行なしで何百文字来たらめちゃめちゃ読みづらいけど、こう意味ごとに見出し切られてるとか、その背景課題とか、なんかそういうのだけでも全然違うので、びっくりも多分同じだなと思って。確かに、そっか、びっくりマークは相手に物事をしっかり伝えるため の、 あの論理的な記号なんだというふうに思えば、僕はもっと使えそうな気がしてきました、うんうん、そんな気がします。確かに。なるほどね、そっかそっか。あとすいません、もう一個、SNS と対話の相性について気になります、相手の顔が見えない状況での発言が増えてるので、心ない発言とかも平気でできてしまいそうな点々点みたいな、どうですかね。ね、これはいや、なんかこう、なんでしょうね、SNS とかサービスもそうですけど、本当にこう倫理観が問われる時代だなとめちゃめちゃ思っていて、なんか悪いことできないなっていうのがすごくすごく、なんかあの会社をやっててもサービスをやってても個人で発言しててもなんかそうだなと思っていて、なんでそれって多分できやすいんですよね。そこらない発言とかもできちゃうから、でそれをできるけど、ただなんかやりたいのかどうかとか、そのやっていいのかみたいな話ってちょっと別だなと思うので、なんかそこのポリシーというものを本当にこう個人ごとに持てるかどうかがめちゃめちゃ大事だなと思っています。本当に僕も SNS についての発言っていうのは特に、まあ、気をつけてるというか、なんか例えば変なこととか、こう人が不安になることを書いた時に、その発言が何を意味してるかっていうと、自分の留飲を下げることにしか機能してなくて、それ以外誰も幸せにしてないことが圧倒的に多いんですよね。なんかその構造に気づいた時に、なんかそういうのって意味ねえなってすごい僕は思って、そっからサウナのことしか書かなくなりましたね。サウナのこと以外も書いてますけどね。いやー、本当にこうなんかあんまり SNS だと思わない方がいいんだろうなと思ってて、本当にこう目の前と人と喋るように、まだ Twitter なりノートなり、あの表現をしないとこうすぐ誤解を生むし、なんか一応その SNS の先にもいるのは人なので、人に話しかけるように話したり発信するのが、まあ、安全なんじゃないかなと思うんですけど、どこでも誠実に対応するのが一番だなと思います。確かに、はい、というわけで
こんな感じで平野さんとの対話をしてみまして、これでいいんでしょうか、編集部のダンプロデューサー大丈夫ですか、大丈夫かな、確かに大丈夫かな、うんうんっていう、あのプロデューサーのうなずきが見えるので、多分大丈夫かなというふうに思います。というわけで、今日はですね、小鳥の平山和樹さんをゲストにお招きして、まあ、対話というテーマで話をさせていただいたんですけど、前半ねちょっとビジネスっぽくなってあのオールカットにならないところだけあのプロデューサーにお願いをしつつ平山さん、ちなみにあの最後に何か一言何でもいいので、もしよかったら感想でも何かいただけたりすると嬉しいです。楽しかったです。でもなんか新鮮ですね、この中2人で喋りながら、うん、あのなんだろう、聞いてくれてる人がいてチャットもらうみたいなのってあんまりないので、うん、僕はすごい楽しかったなと思って、うん、でもあれですね、あの語り尽くせない感があるので、全然そうですね、あのまた呼んでくださいやったー、ありがとうございます。こう言っていただけることがもう本当にあのとても嬉しいので、ぜひぜひまた違うテーマでもお話をさせてください。では、今日のゲスト、小鳥の平山和樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チカチカチ。はい、というわけで、最後のコーナーになります。編集部の小話コーナー。というわけで、ここはですね、この1週間で起こったサイボーズ式編集部の、小話をお届けするコーナーになっておりますということで、サイボーズ式編集部、IT の会社、まあ、サイボーズのという、まあ、ソフトウェアを開発している会社の中で、まあ、編集部っていうですね、まあ、特殊なチームがありまして、まあ、編集というからには、まあ、文化的なのかみたいな、なんかそういう装飾なのかみたいな、まあ、勝手なイメージ、あの僕が持ってる勝手なイメージあるかもしれないんですけど、実はですね、編集部のみんな筋トレがすごい好きという、小話ですね。ちょっとびっくりしたんですけれども、今日の朝会では、あのプロテインの美味しさ、より美味しく飲むにはどうすれば、そしてスポーツジムこういうとこ行ってますみたいな話が出てきましてですね、あの割と編集チームの5人6人ほぼ筋トレをしているという、そんな感じですかね。美味しく飲めるプロテインが欲しい、味噌汁味のプロテインが欲しい、味噌汁味のプロテインとは何だと思いながら聞いていたんですけれどもそれはそれでですね、面白いなと。普段ね、一汁一菜なんていう風に言われますけれども、まあ、ご飯と味噌汁と何かがあれば粗食でも体にいいという、この味噌汁の中でプロテインで味噌汁を飲むみたいな、ちょっとすみません、僕も何言ってるか分からなくなってきたんで、ちょっとこの辺りで締めようかなという風に思うんですけれども、本当に筋トレってなんとかね、こうストレッチ、体を整えるって大事だと思うんですよね。あの冒頭のあのコーナーでお話しした社長の青野の筋トレなんかにもあるんですけれども、1日1回、まあ、自分の体を、まあメンテナンスしたりとか動かすってい こう機会を入れていくことが、まあ、こう定常的に働ける、まあ、楽しく生きていけるみたいなところにもつながってくるかなというふうに思っていて、僕自身も1年前ぐらい筋トレ開始してですね、ここ半年パタッとやめてしまったので、またちょっと回復せねばとに思っているところです。このラジオを聞いていただいている読者の皆さんもですね、日々、健康に楽しく、毎日を過ごしていただければと思いますし、サイボーズ式の、記事ですとか、こういった企画でそういった皆さんがワクワク働ける、まあ、きっかけをお届けできればというふうに思っております。ではでは、聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。それでは、これにて失礼します。